バイタル、リメインズは、アメリカ合衆国、プロビデンス出身のデスメタルバンド。2000年以降は3人組の時期が長く、ライブ時にはサポートミュージシャンがつくことが多い。1988年に、アメリカ合衆国東部に位置する都市、プロビデンスで結成。最初期のメンバーは、トニー・ラザーロ、ジェフ・グルスリン、ポール・フリン、トム・スプコーの4人。ドラマーは、 流動的で固定メンバーは初期にはいなかった。結成2ヶ月の頃に作成したデモ、リデュース t 2アッシュズをリリース。どうデモでは、クリス・ズポントがドラムを叩いていた。このデモテープは2週間で500枚を売り上げるなど、好調な滑り出しを見せる。その後、セカンドデモ、イクスクルーシティング・ペイをリリース。こちらのデモでは、エース・アロンツォンがドラムスを担当。 この頃は、正式メンバーではなく、ゲスト参加の扱いだった模様である。セカンド、デモリリース後、トムスプコーが脱退し、ジョー・ルイスに交代。これらのデモによって、フランスのインディペンデントレコードレーベル、スラッシュレコードから1991年にシングル、ザ・ブラックマスをリリース。このシングルは2週間で1500枚を売り上げた。1991年中に、 イギリスのインディペンデントレコードレーベル、ピースビルレコードとアルバム3枚分の契約を結ぶ。この契約の直後、エース・アロンツォンが正式に加入している。1992年にファーストアルバム、レッド・アス・プレイをピースビルレコード傘下のデフレコードからリリースし、デビューする。しかし、エース・アロンツォはレコーディング後に脱退したため、 アルバムのクレジットはエースを除く4人の名前のみが記載された。リリース後、ジョー・ロディーノがドラマーとして加入するが短期間で脱退し、リック・コーベットが加入した。ファーストアルバムリリース後、オートプシーラとツアーも行っている。1995年にセカンドアルバム、イントゥー・コールド・ダークネスをピースビルレコードからリリース。しかし、翌年には、ジェフ・グルスリン、 ポール・フリン、リック・コーベットの3名が脱退。メンバーがトニー・ラザーロとジョー・ルイスの2名となってしまう。また、この時点でオリジナルメンバーはトニー・ラザーロのみとなった。この脱退を受けてクリス・ロスが加入。しかし、クリス・ロスは翌年には脱退してしまい、ジョー・ルイスがバックボーカルからリードボーカルくらがえしている。 さらに1997年にはデーブ・スズキが加入している。3人体制でサードアルバムフォーエヴァアンダーグラウンドをリリース。ピースビルトはアルバム3枚分の契約が行われていたが、ホグアルバムからフランスのオスモスプロダクションのリリースとなった。1999年にはリードボーカリストのソーンが加入し、ジョー・ルイスはベース1任となっている。2000年に ホースアルバム、Dawn of the Apocalypse をリリース。リリース前後に、ジョー・ルイスが脱退し、再び3人体制となる。ジョー・ルイスの担当していたベースは、デーブ・スズキが兼任することとなった。2003年に、ソーンが脱退。D サイドで活躍するグレン・ベントンが加入。オリンピックレコーディングスに移籍して、同年にフィフスアルバム、D-Crystal Is をリリース。さらに、 大手レコードレーベルのセンチュリーメディアレコードに移籍し、2007年に、シックススアルバム、アイコンズ・オブ・エビルをリリース。同年には、ライブ DVD、エビル・デス・ライブもリリースしている。2009年に、グレン・ベントンとデーブ・スズキが脱退。スコット・ワイリー、ゲーター・コリアーが加入。ドラマーに関しては、正式メンバーの補充はなかった模様である。2012年に、スコット・ワイリーが脱退。 また、同年には空席だったドラマーとして、ジャック・ブラックバーンが加入している。その後、ブライアン・ウェルナーとアーロン・ホンマが加入した。2014年6月、ジャック・ブラックバーンの脱退が発表された。脱退発表時に代替メンバーは決定しておらず、同時にヘルプドラマーの募集が行われた。その後、ジェームス・ペインがドラマーについたが、2016年には脱退した。 2017年7月には元メンバーのクリス・ロスが偽兄弟の人物に射殺されたことが報道された。ロスは至近距離から4発の銃弾を撃ち込まれており即死に近い状態であった。オフィシャルディスコグラフィーよりありがとうございます。